でかなり期待はできそうですね。そうですね、日本のナショナルチームここに登場するの実は久しぶりですよね。そうです、はい、それだけにどういう出来上がりか、ナショナルチームの方、日本の方も期待が持てますね。そうですね、それでは現場に早速マラドーナ選手にインタビューをしてみましたので、岡野さんちょっと一緒にお聞きくださいませ。このグラウンド覚えてますか？ここで僕がこの前やった試合は僕にとってもうオリンピックで勝ったようなものであるので、もう忘れがたいので忘れているはずがないです。そうですか。さて、今年のワールドカップですがね、はい、どういう準備をなさっていらっしゃいますか？¿Qué preparación está haciendo para la Copa Mundial? Bueno, ahora empezamos en el 14 de febrero a entrenarnos para cuatro meses antes para llegar muy bien a la Copa del Mundo.もう2月14日に合宿体制にチーム全体で入りまして、それでもうあとはトレーニングのみだということです。そうですか、はい、状態はいいわけですね。¿Está en buenas condiciones usted? Sí, sí, sí. Yo creo que llegando, aunque no sea muy, muy bien al 14 de febrero, yo creo que con 4 meses llegaste y le sobra un poco. Sí, もう今もベストコンディションですし、2月14日から4ヶ月期間を取ってあるので、もうコンディションはいくらでも整えるはずだと。そうですか。ぜひ今日もいいゲームを見せてください。Que esperan que haga un buen partido hoy también. Bueno, yo también lo espero lo mismo que todos los muchachos de Boca y espero que la gente no salga mal y salga defraudada de este campo. チーム全員が僕についてきてくれることを望みますし、はい、監修の皆様にいい試合を見ていただくように努力します。はい。カプさんにですね、一言伺いたいんですが、はい、今日のゲームをどう戦いますか？¿Cómo va a ser el partido de hoy? ¿Tiene algún plan? ¿Alguna estrategia?El plan que tiene Boca Juniors es tratar de brindar un buen espectáculo y si es posible hacer goles. 何よりも観客の皆さんに楽しんでもらうこと、それでゴールもできたらゴールも目指すということです。そうですか、はい、ありがとうございました。Gracias. ありがとうございました。岡野さん、はい、このマラドーナワールドカップへのですね、心身ともに準備、これから4ヶ月をかけるということなんですが、大丈夫そうですね。そうですね。アルゼンチン、ボカのフラッグを持ちましてのサポーターです。このボカというのはアルゼンチンのブエノスアイレス、ご承知のように港町でありますが、その中での一番港に近い地区だと聞いておりますが、このボカというのは河口、川の口、河口という意味だそうでありまして、どうでしょう、皆さんは丹後発祥の地とご記憶の方もいらっしゃるかと思いますが、いわゆるタミニート通りの岡野さんすぐ近くですね。そうですね、アルゼンチンの港の本当に何て言いますか、その宮里の情緒が残ってるようなところにね、はい、こういう逆に言うとスポーツの若々しいチームが生まれてるというのも面白いもんですね、はい、そうですね。創立が1905年、77年前であります。一部リーグ優勝18回という記録を持っています。一時は瀕死の渋滞という状態にチームがなったんですが、80年代に入ってこのマラドーナを中心にして盛り返してきた。そうですね、その前はね、やっぱりリバープレートだとかインディピエンテだとか、はい、あれはエスチュディアンテスとかね、はい、いいチームいっぱいあるわけですが、ええ、ちょっとボカ沈滞してましたね、はい、それがもうマラドーナ一人で本当にここまで生き返ったという感じがしますね。そうですね。さて、それでは早速まず遠来のボカに敬意を表しまして、ボカのイレブンからご紹介します。ゴールキーパーはロドリゲス、6番モウソ、3番コルドバ、4番アルベス、5番がウルガイ代表のクラソフスキー、2番がルジェリ、7番サナブリア、8番ベニーテス、9番がやはりアルゼンチン現役代表のガレカ、そして20億の男マラドーナが10番、11番がマツシクです。さて、一方日本代表です。ゴールキーパー田口、バックラインは野村、津波、越田、加藤、6番の田中が今日はマラドーナに行きます。13番金田、9番が前田、今日は前田は攻めます。その前田が惜しい、岡野さん惜しかったですね。そうですね、前田君のコントロールがもうちょっと正確だったら1点もんでしたね今、はい、9番がキャプテンの前田、11番木村、18番が尾崎、22番が原というメンバーであります。今日現前に森監督にお話を伺いましたらば、私ちょっとさっき岡野さん申し上げたんですけれども、とにかく今日はキャプテンの前田がですね、やや今まではミッドフィールドの底で
勝負をしたんだけれども、今日は思い切って攻めを中心に行ってみろという指示を与えているということなんですね、はい、そうですか、いいですね。まあ特に久しぶりのこの国立競技場へ登場した全日本、はい、やはりいろいろな意味でね、これからの日本を占うことから言いましたらね、はい、息のいいゲームをやってほしいというのが私の一番の願いですね、はい、先ほど岡野さんがおっしゃったように、この全日本代表が日本でゲームをしますのは去年のジャパンカップ以来ということになりますね。そうですね、右側に白いユニフォームの日本代表、そして左側アルゼンチンのボカジュニアーズ、ブルーと黄色のユニフォーム、これはアルゼンチンのベノサイレスの港に入ってきたスウェーデンの船の国旗を取ったということであります。本当にそうですね。そうですね、はい、右から中央へ出した金田、激しいチェックに合います。岡野さん、今日のゲームのですね、日本代表が戦う一つの大きな眼目は何ですか？あのね、私は率直に言いましてね、はい、ジャパンカップ以来ですからね、随分見てないわけですよ、はい、森君がね、はい、その間ヨーロッパにこのチームを連れて行き、はい、マレーシアの独立記念大会ムルデカ大会に参加し、はい、その中でどういうナショナルチームとしての考え方を選手に浸透させているか、はい、むしろ私もね、はい、ある意味でいくと一人の監修としてね、はい、今日実は見てみたいなという気がするんですよ。そうですか、そうですか、はい、一番手前側森監督、そして花岡コーチ、日本代表の首脳陣で、ああこれはオフサイドです。二度オフサイド引っかかりましたね、はい、見てますとね、やはりボカジュニア、これ全部オフサイドトラップ、守備ラインはっきり使いますね、はい、それだけにトップの選手は二度引っかかったらこのチームの一つの守備の作戦すぐ気がついて、オフサイドについては注意してほしいですね、はい、その攻めにあたりまして日本チームはとにかく森監督はスピードを出したい、ですから狭い地域あるいは広い地域でワントゥーリターンと、もう一人第三者の動きを絡めて縦への突破を図りたいということをおっしゃっていたんですが、息のいい攻めが見られますかどうか。それから岡野さん、日本代表の方はあのヨーロッパ遠征からゾーンをちょっと勉強しているそうですね。そうらしいですね、はい、ショートコーナーです。ボカの攻め、これはミスキックになりました。13番のカナダ、右に払います。この位置には5番の加藤がいます。加藤が右に叩きまして、11番の木村にはボールが通りません。5番のクラソフスキー、ウルガイ代表選手です。コパデオロでは活躍をしました。4番のアルベスが叩いて中央から、長身のガレカが叩いてスーッと上がりました。このガレカが注意です ね、 そうですね。さあこれがマラドーナ、左足でちょーんとつついた4番のアルベス。このマラドーナ、なんといっても左足です。自由自在のプレーをします。しかし岡野さん、ワールドユースはこの人の大会だったんですが、あれからしますと随分たくましくなりましたね、顔つき見てもね、はい、なかなかたくましい男になったという感じがしますね、はい、ヘディングシュート、キーパーの田口です。9番をつけているガレカ、現在のアルゼンチンのナショナルチームのセンターフォワードであります。日本チームの攻め、ハイクロスが入った、これはミスキック。木村君ですか。そうですね、ちょっと大事にしてほしいという感じもありましたが、もったいないですね。今のはバックですよね。バックが上がったんですね、はい、バックが上がったんですよ、はいね、ミッドフィールド、5番のクラソフスキー、最終ライン2番のルジェリ、マラドーナ、このドリブル、ガレカとのワントゥーですが成功せず、うまく日本チームが防ぎました。7番の津波からキャプテンの前田、前田が叩いてワンツー、前田が懸命にダッシュしましたがダメでした。コルドバでしょうか、うまく守りました。こちら側タッチです。しかしああいう狙いは非常にいいと思いますよ。いいですね、今見てましてね、まず気がついたのはこの全日本のチームのね、はい、一つの良さですね、はい、それはね、パスをすべき時期とドリブルすべき時期と、はい、それからスピードを落とすべき時期と、はい、速攻で行くべき時期と、
こういうことが、ね、非常によく徹底してますね、このところまでは、はい、見てて非常にそういう意味では、はい、戦術的な基本、やはり森君だいぶ鍛えたなという感じがしますね、はい、これはコーナーになりましたね。そうですね、はい、日本の初のコーナーキック、22番をつけているのが原、この人の頭をどう生かすか、原博美、尾崎とのコンビネーション、盛んに原が僕ですかというふうにね、はい、胸に手を当てていましたが、原が落として尾崎のシュートがあることは、低いボールだ、ダメでした。まだ日本チャンスがあります。11番の木村、ゴールアウトになりました。まだ両チームともに得点はありません。ゲームの方は前半の間もなく7分になろうとしているんですが、ここまでのいわゆる岡野さん、サッカーにおきましては一つの間の時間といいましょうか、潮時の時間ですけれども、はい、日本チームよく攻めてますね。試行終了面で今のところはね、はい、破綻は出てないですね、はいはい、マラドーナが叩いてさらに左に展開、スーッと黄色いストッキングが上がってきました。ボカジュニアーズの攻め、向こうが11番の松宿、左足のセンタリング得意なプレイヤーです。松宿まだボールをキープです。これはスローインのようです。さっきはあの日本チームの方は越田が右のオープンから積極的に上がっていましたが、この両翼の攻め、分厚い攻め、押し上げというのも日本チームの中では一つの課題です。6番の田中が初代表、マラドーナひげを剃っていません。ボカジュニアーズは1月の最初にアルゼンチンを立ちますで、もうすでに3試合を消化してきましたが、もちろん負けていません。3試合で2対0、2対0、2対1というスコアを残してきたんですが、セランゴール選抜に岡野さん1点取られてるんですね。そうですね、はい、それ以外はマラドーナが3得点。マラドーナ左足でこの位置からセンタリングを入れます。このボールです。あー、フリーになった、危ない、ワントラップして戻して、あー、シュートができない、よく守りました。クラソウスキー、シュートはできません。前田です。前田は今日フルに動いてますね。いいドリブルです。縦へスルーパス、通った、尾崎だ、尾崎さらに右へ展開した。11番の木村、ちょっと球足が長いという感じもしたんですが、ゴール、あ、アウトですね、ゴールライン割ってますね。今尾崎君ちょっと弱気でしたね、もう自分でシュートしてよかったんですが、外側の木村君流しましたね、そうですね、木村です。まあ若いチームなんですからね、全日本の方も、はい、特にトップは、はい、思い切ってゴールが見えたらシュートと、自分がゴールゲッターになってやろうというぐらいの気持ちをね、はい、この選手たちどんどん出してほしいと思いますね、はい、ですから今尾崎君はもちろん右にあのオープンへ叩いたパスは間違いではないんですが、岡野さんおっしゃったように、あるいはあの見てる私の気持ちとしても、ぐぐっと切れ込んでいってストーンというシュートをね、はい、欲しかったなという気がします。3番の野村です。バックパス、去年の夏のヨーロッパ遠征、そしてムルデカ大会と、日本はいわゆるディフェンスの中ではゾーンディフェンスを現在勉強しています。10試合ぐらいこのゾーンディフェンスで戦ってきています。森監督はこうした強いチームの中では、とにかく危険なゾーン、そして危険の相手をどう消すか、そうした戦術的な目をぜひ養って定着させてほしいんだということをおっしゃっていました。6番の田中、今日は初の代表ゲームです。あ、いいパスですね。7番の津波が叩いて、この位置には18番の尾崎がいます。津波がフォローしました。叩いてワンツーかな、あーと後ろからちょっとチェックされたんでが感じがありましたが、ノーホイッスルです。ちょっと両方ともまだね、状況をマラドーナを中心にしたボカの方もちょっと伺ってる感じがありますね。そうですね、はい、日本の弱点がどこかということを伺ってますがね、今のところその弱点を日本があまり出してませんね、はい、今日のレフェリーは中西さんです。マラドーナ、6番の田中、今日がこの田中がマークです。3番は野村です。野村は藤田182センチ、バックラインの中では一番大きい選手です。
マラドーナ中心のチーム、ガレカ。ガレカに叩いて前を向けません。マラドーナもスーッと前に来ました。キーパーの田口も今日は張り切っています。177センチ70キロ、三菱のプレイヤーです。キャプテンマークをつけている前田。13番は日産に入った中央出身の金田。彼もなかなか岡田さんテクニシャンですからね。そうですね。木村あるいは金田といったところが柔らかいテクニックを持っています。あ、これは突破ができません。ガレカが左のオープンにボールを出したんですがちょっと深すぎました。4番は越田。ちょっと日本のチームね、はい、10分過ぎてから、はい、多少やれるという感じがあるのかもしれませんがね、パスのはたきが遅くなりましたね。ああ、そうですか。はい、そのためにね、あのボカの選手にだいたい体を寄せてこられるコースが限定される、そこを詰めるという格好でね、ちょっと中盤以降攻めに入りにくくなったですね。7番の津波から左オープンの原へ。原、サポーターをちょっと探しています。レッグアップからやはり津波にボールを渡しました。津波の柔らかいフェリントから左のオープンからセンタリングが出た。いいボールです。キーパー飛び上がった。ロドリゲス、大きいですね。大きいです。187センチ81キロ。ちょっとしかもあのゴール前には入ってたのがね、はい、日本のフォワードの中でも小柄の方の木村君とかね金田君あるいは尾崎君ですので、ね、ちょっと難しかったですね。そうですね。これがボカのベンチです。ユーゴ・ガッティというキーパーはこの人はアルゼンチンの名物男なんですが、髪の長いちょっとインディアンスタイルのプレイヤーなんですが、大変にひょうきんで楽しいプレイヤーです。昨日知り合ったばっかりなんですがすぐ見つけるとアミーゴアミーゴです。大変に楽しい人です。この人です。ユーゴ・ガッティ37歳、かつてはアルゼンチンのナショナルチームのキーパーでした。膝をちょっと悪くしたんです。どちらに出ますか。サナブリア、左に叩いてベニーテスが後ろに残します。もう一度サナブリア探しています。マリオマリオという声がしました。マリオサナブリア、やはりあのボカの選手もですね、岡野さん、はい、後ろの声は神の声という言葉がサッカーにはあるんですがよく声出してますね。マラドーナのドリブル、マラドーナのドリブルです。いいスルーパスが縦へ、ただシュート外れた。危ない危ない。後ろから上がったコルドバ、カルロスコルドバ23歳。危なかったですね。危なかったですね。今のはね、裏側に出されて、まあ、オフサイドのポジションでオフサイドにはなってますがね、はい、実はこのパスを出す前がね、はい、やはり早いですよ。なるほどね。惜しくもゴールしませんでした。岡野さんおっしゃったように日本チームの方は少し遅くなったような感じもありますが、そうした局面を、まあ、まだ15分になろうとしていますが、また最初を思い出してほしいですね。ね、うまく浮き球のパスを叩いて6番の田中です。交換です。初めての代表ゲームということでいきなり岡野さんに世界の、まあ、20億円男と言われているこのマラドーナマークということでは田中君も随分張り合いがありますね。そうですね。7番は津波です。いいトラッピングですね。もうピタッと足元に止まりますね。はい、松宿です。11番のオラシオ松宿、この人は日本流に言いますと成人式です。明日はこの国立競技場を中心にしまして成人記念の東京シティの10キロロードレースが行われますが、このボカジュニアーズのオラシオ松宿、新成人、成人であります。それから2番のルジェリもやはりこの1月26日で20歳になります。深いボールが入った、チャンスだ尾崎、あシュートはできない。あ、オフサイドですね。押したです。押しましたか、はい、あ競り合いのところでね、尾崎君が相手の2番ルジェリ押しましたね、はい、そうですか。
もう一度見てください。前田のセンタリングです。2番のルジェビットですね。左手で押して三越へ入ったもんですから、はい、プッシング取られましたね、はい、4番のアルです。5番のクラソフスキー、ウルガイのフル代表選手です。ベニーテスが左に叩きます。日本代表チームもよく防いでいます。縦パス1本を狙いました。22番の原、もう1回粘ります。6番の田中です。日本交換、これはミスになりました。サナブリア、サナブリア、2人に囲まれます。ガレカ頑張っています。7番の津波、マラドーナ、うまいですね。今のプレーはちょっとした短いプレーだから気がつかなかったかもしれませんがね、はい、実にうまいですね。今は前田のファウルです。10番はディエゴ・マラドーナ、このボカジュニアーズのキャプテンです。トレードマネーは実に20億。本当にしかし入ってすぐチームを優勝させるんですからね、危ないですね。危ない、際どいぞ、あーっと入った、ゴリン、やられました。ルジェリーですか。ルジェリーでしょうね、はい、4番のアルベス、ハイクロスです。岡田さんが危ないなとおっしゃったんですが、間抜けてきましたね、クリアがちょっと小さい。そのこぼれ球、おそらく2番のルジェリでしょう。ゼロックススーパーサッカーの第一戦、日本代表とアルゼンチンのボカジュニアーズ。この時動かなくちゃいけません ね、 そうですね、周りみんな立ってますね、立ってます。日本代表チームはこの7日からケミガーでの強化合宿に入りまして、7、8、9この3日間が、まあ、筋力トレーニング中心、そしてその後12日から4日間戦術的理解で積み上げてきたわけなんでありますが、ちょっと動きの方がこの前半の中盤あたりから悪くなりました。マチシク体を寄せました。原、マラドーナ右へオープンスペース、こちら側タッチです。あの79年の第2回のワールドユースの時に比べますと本当にたくましくなりました。今なんかでもね、やはりマラドーナより日本のバックの方が先に行くコースですよ、はい、しかしやっぱ最後まで追いますからね、はい、そうすると日本の選手しょうがないタッチアウトに逃げるわけですよね、はい、あのくらいの選手でもああいうボールを、ね、最後まで追うわけですからね、はい、むしろそのテクニックのうまさとかそういうことはもちろんありますがね、はい、そういう基本に実に忠実にやるというところを真似してほしいと思います ね、 そうですね、はい、あと残り時間が1分15秒ぐらいであります。前田が後ろに叩く、日本チームちょっとあ読まれました。4番のアルベス、あこれはダメでした。マラドーナですキャプテンマークをつけています。このチームのキャプテン21歳です。今日は左足からのまだキャノンシュートは出ていません。マラドーナもっぱら攻撃的なミッドフィールダーとしていいパスを出しています。原、うまく通るかな。尾崎です、頑張ります。まだチャンスがある。腰だ、あーっとボールによらなきゃいけません ね、 いけませんね。ボールを待っちゃいけません。5番がクラソフスキーです。さあ腰だ、前田にボールを入れますかどうか。日本チームちょっと動かないんですが、前田、津波君ですね。あ、そうですね、はい、津波です。7番の津波、この位置からグラウンダーのセンターに出るシュート、ミスキック、金田もう一回ある。怖いです、ね、あ入った入ったタイミングがずれました。星田ですか、当たったですけどね。星田ですよ、これはオフサイドの旗が上がったんですけれどもね、はい、ゴールでしょうか。
ゴールなんでしょうね。ゴールですね、ゴールですね。わからないですよね、はい、それとタイムアップの笛とも重なってましてね。そうですね、微妙ですね。これは盛んにボカのプレイヤーがクレームをつけているんですが、どうでしょうか。得点板にはまだ出てこないんですが、まあ、今度ラインズマンにボグスあたりも強烈に抗議をしています、この場面です。金田君が空振りしたんですよね。空振りします、はい、それでここから星田君だと思いますが、ね、相手バック当たってますね。いや、日本の選手に当たってるんです。日本の選手ですか、はい、そうですね、前にいる選手、はい、尾崎かな、はい、そうですね。あ、得点のようです ね、 ねえ、どうやら日本はちょうど45分と申し上げておきましょう。1対1タイスコアになりました。じっと主審の中西さんが時計を見て、今ホイッスルが鳴りました。ボカのキックオフで後半開始です。マラドーナ、このあたりは岡田さん、カプ監督もですね、このツアーに出てまだ現在無敗なんですが、かなりいわゆる発破をかけたかもしれません、ね、そうですね、逆に森君もね、はい、やれるぞと、いい意味でね、あの国際試合のその感覚を思い出させたらいいと思いますよ、はい、そうですね、はい、極めてラッキーな得点が生まれました日本チーム。先ほどの前半の開始当初のような速い攻めが期待されるわけですが、柱谷の最初のドリブルはカットされました。バックパスです。バックラインは13番で、どうやらボカの方はイツリエータが入ったようです。13番をつけているイツリエータ、この選手です。5番が抜けたんじゃないですか、クラソフスキーですか、はい、抜けたと思います。はあ、5番もいますかね。いますね、クラソフスキーは。サナブリアでしょうかね、7番にどうやら変わった。ゲーム展開の中でまた詳しくお知らせいたしますが、どうやらサナブリアがいないようです。変わった柱谷、後半の立ち上がりやはりかなり激しくなりました。得点は1対1、日本チームは幸運な1点をもぎ取りました。若大将の尾崎、ミッドフィールドに叩きました。初代表の田中、いいパワーっとオフサイドフラッグが上がった。今はオフサイドじゃないですね、今のはオフサイドじゃなかったですよ。そ う、 まあ、そういうこと言っちゃいけませんがね、いいタイミングでしたよね、パスを叩いてスッと出ましたね、はい、ご承知のようにこのオフサイドというのはゴールキーパーともう一人相手の選手がいないといけないんですが、15番の柱田に叩いて、4番の越田、前田、あっとちょっとこの足が絡みました。マラドーナのファウルです。このマラドーナ、20億円男、激しくなりました。マラドーナ、いい動きですね、いい動きです。さあ突っ込んだ、まだある。いやー、天を仰いで曇り空、がっかりしました。このひげ面、あのワールドユースの印象はなくなりました。たくましくなりました。マラドーナ、展開が面白くなりました。後半の立ち上がりはなかなか両チームとも、岡田さん、いいですね。そうですね、このままの調子で思い切っての45分頑張ってほしいですね、はい、日本の方も。尾崎、モウソ、ロベルト・モウソ、この人が守備の中心だ。このモウソ選手が前半と変わりまして、岡田さん、ちょっと長い髪をなびかせ始めましたもんね、ガレカ、ガレカのドリブル、ガレカのドリブル、ね、かなり動きが速くなりました。ガレカのドリブルだ、アルゼンチンシュート、よかったですがね。ボカのセンターフォワード、ガレカ、左足ジャストミートしませんでした。森監督はハーフタイムの注意ですが、あ、今の場面ですか、あ、そうじゃないですね、相手バックの潰しが早いのでフォローをもっと早くすること、そこからリズムが生まれてくる、相手のスルーパスには要注意、勝機は十分にある、こう言っていたそうです、森監督です。その通りだと思いますね、やっぱり早めに話した方がいいですよね。はい、コルドバ後ろに叩きました。うまいですね、うまいですね、マラドーナ、ね、ワンツーを行うかな、マラドーナーっと左足でアウト、うまい、誰かまだある、危ない、
いやーよく防ぎました日本チーム。やっぱり岡野さん、サッカーはこのくらいの速さの中の展開が楽しいですね。そうですね、はい、後半は活気に満ちてきました今の場面です。マラドーナの左足うまいですね、いいタイミングで出てきますね、はい、田口君思い切って出てよかったですね、これ出ないと岡野さんダメなんですね、やられますね、はい、もうアルゼンチンのチャンピオンチームボカジュニアーズの素晴らしい攻めが見られました。ゼロックススーパーサッカー日本代表とアルゼンチンのチャンピオンチームボカジュニアーズの第1戦、得点は1対1、タイスコア、ルジェリ、それからコシダ、フォワードがもうちょっとディフェンスしないといけませんね、はい、日本の方そうするともうちょっとねボカ追い込めますがね。マウソの3サイドチェンジから逆サイド、3番もコルドバ、カルロス・コルドバ、マラドーナ、マラドーナ、これは飛び込んだ日本がファールを取られました。マラドーナ前回より動きが激しくなりましたね、ダブルパス、ダブルのトライアングルを入れてきました。松木もボールをカットしました。さあ日本チーム、ちょっと右に開きました4番の越田、こういうとこなんですよね、あの日本の場合はね一ついいプレーがあるとね、はい、次に続かないんですよね、はい、そのためにちょっと見てるとはーという感じがしてしまいますね、はい、やっぱり一人がいいプレーしたら周りがそれにフォローしてやってほしいですね、はい、6番のモウソ、5番のクラソフスキー、ウルガイの代表です。6番のモウソが守備の中心選手、3番のコルドバ、左サイド13番のイスリエタ、その13番のイスリエタ、ボールはタッチを割りました。底冷えがします国立競技場です。ゲームの開始前にはちょっと青空が覗きまして日も差したんですが、また小雪がちらつきそうな天気になりました。前田潰されたんですがホイッスルはなりません。危ないぞ、これは危ない、マラドーナのパスが出ました、うまく読みました。7番津波いい読みでした。展開が非常に大きくなりましていいゲームです。後半6分、尾崎縦へスルーパス、あっとオフサイド、これは前田がちょっと残ったんでしょうか。いや今のは走ったあの金田君自体がオフサイドでしたね。あそうですか、やっぱりあのオフサイドトラップかけるタイミングもうまいですよ。あそうですか、はい、倉持さんのフラッグがさっと上がりました。金田ミドフィールドのボールの奪い合い激しくなりました。あー越田いいチェックです。サッカーのゲームらしくなってきました。行かないといけません、行ってます。そうすると後が狙えるんですよね、はい、こういう風にこれ追い込んでいくと相手がバックパスするようになるんですがね、はい、そうですね、はい、あれ他がやっぱりもうちょっと反応早くしてほしいですね、はい、でも前半に比べると全そういう動きの面ではね、はい、非常に一人一人伸び伸びとしてきましたね、はい、マラドーナです。マラドーナ、ガレカ、ガレカ切り返してシュートはできませんがまだ危ない。後ろへ戻してモウソ、イスリエタにはボールが通りません。右へ展開します。日本チーム激しく笛が鳴りました。応援の笛が鳴ります。柱谷、柱谷まだボールを置き戻して金田、あっとちょっとバランスを失いました。最後はクラソフキーのタッチラインへのキックでした。コシダです。コシダのドリブル読まれました。マラドーナ、ガレカ、トップのコンビ、変わったイスリエタ、ここにマラドーナがいます。タッチラインにはほとんど左足、マラドーナ、ボールのキープが見事です。ガレカ左足の思い切ったシュート、ちょっとマラドーナが持つと取れないですね。取れませんね。し
1m68 と言ってますがね、65ぐらいしかないと思いますが ね、そうですね、その体でこれだけのプレーができるんですからね、はい、本当にマラドーナの場合にはパーフェクトなバランスです。ちょっとボカの方もあれですね、気合が入ってきましたね、これは11番マツシクのファウルでしょう。現在までのところは岡田さん、寒さを忘れるような好ゲームですね。そうですね、後半いいですね。フリーキックはカナダ、ちょっと深い位置です。思い切ってはオフサイドです、ね、一斉にブルーと黄色のユニフォームがサーッと上がります。倉持さんの旗が上がりました。ここですがね、はい、もうボールを奪いました。カナダ完全にオフサイドですね、はい、トップの状況ですね。あ、そうですね、マラドーナ、マラドーナ、バーカーはカナダ、うまいですね。まあ、今みたいにね、1人がカナダ君が行く袖、マラドーナが外したところを狙うというような、ね、連携プレーでならボールが取れますがね、はい、1人1人が仮番号に行ったんじゃちょっとマラドーナの持ったボール取れないですね。そうですね、初の代表ゲーム後半の田中、オフサイドですよ、オフサイド、オフサイドです。いや、これはオフサイドありません、大丈夫でした。出すと危ないんだ、出しちゃうとダメですね。完全なオフサイドですね、はい、もう原です。60分近くやっててね、はい、これだけオフサイドかかっちゃいけませんね、はいはい、後半10分を経過しました。ゼロックススーパーサッカー日本代表とアルゼンチンのボカジュニアーズ好ゲームを展開しています。1対1、後半に入りましたから本当にいい展開です。4番のアルベスがバックパスはできません。さて、いいチェックです。田中でしょう。森監督にお話を伺いますと、なかなかこの田中が張り切ってるんだそうですね。そうですか、いいですね。今なんかやっぱりチャンスと思ったらあのくらいバックの選手出ていかなきゃいけませんね、はい、サポーターの声援も大きくなりました。しかし森監督は依然として厳しい表情です。田中が叩きます。オープンからセンタリングが入るか、センタリング入った、いいボールだ、ゴール前、キーパー取りました。しかしいい攻めでした。逆サイドからの折り返しですね、はい、カルロス・ロドリゲス、ここからですがね、187cm、はい、非常にうまく折り返したですね。これいいボールでキーパー一番泣きどころいったですよ、ファーポスト惜しかったですね、はい、この後は大きいですね、やっぱり大きいですね。加藤です。あー惜しい、惜しいタイミングでした。キーパーと1対1、いわゆるオフサイドの罠、オフサイドトラップをどう突破するかというのが楽しみだったんですが、惜しいタイミングでした。今のようにキーパーのロドリゲスとその間にもう一人このブルーのユニフォームがいればオフサイドではないんです。展開が早く激しくなってきました。時計の針の経過をこう忘れますもんね。そうですね、こちら側タッチです。日本代表チームの今年の第一戦、今年の一番大きな主題はアジア大会、11月に日本はそのアジア大会に参加します。右へ展開します。ベニーテスのパスから4番のアルベス、縦に通して変わったイスビエタでしょうか、戻してベニーテスか、よかったですね、危ない危ない。4番アルベス、この辺から戻されたボールっていうのはね、シュートの角度は割とありますからね、はい、今上げてしまいましたけどね、非常に怖いですね。ウーゴ・アルベスは21歳の若いプレイヤーです。平均24歳、ブラジスラオ・カプ監督に率いられましたボカジュニアーズ。監督のカプさんは1974年西ドイツで行われましたワールドカップの時にアルゼンチン代表チームの
監督でした。カプさんはあの去年この方ですが12月に監督に就任されたばかりなんですね。そうなんですね、はい、名監督ですね、はい、これからこのチームまたもう一段飛躍させるための監督だと思いますがね、はい、ガレカ、マラドーナ、マラドーナ、あー今の左足なんていうのは、そうですね、見事ですね、あと周りが見えてないですね、はい、楽しい展開になってきました。4番のアルベス、展開が非常に大きくなってきました。越田です。早くなりましたね、岡田さん。逆サイドかな、縦かな、逆サイドが縦か、一旦戻した6番の田中、オフサイドをケア、オフサイドはありません。絞ったチャンスだ、あっと惜しい。最後はロドリゲスに当たっているんでしょうか。22番の原、いやー2番のルジェリが激しく中西さんに何か言っていましたがオフサイドだということでしょうかね、そうでしょうね、まあそれはオフサイドトラップというのの逆に言うと非常に落とし穴でしてね、そうですね、もう蹴った瞬間のタイミングで決まりますからね、はい、クラソフスキーです。危ないな、これは危ない、大丈夫でした、守りました。逆襲です、日本チームの逆襲、チャンスですがね、ここは正確にいきたいですね、はい、ここで今出せばいいんですがね、はい、中にがいる、叩いた叩いた、遅いですね、はい、ちょっとですね、ほんのちょっとですよ、はい、オフサイドですよ、まあ、アドバンテージで相手に行ったから取らなかったですね、カットされました。いいボールが出ました、ガレカ、ガレカです、中央からぐーっと絞った、逆サイド危ない、いやー体を張って防ぎました。まだアルゼンチンチャンスです、ボカがチャンスだ、危ない、あファインプレー、星田のファインプレー、素晴らしいクリアでした。マラドーナがっくりしました、よく守りました、浮いてるボールキーパー飛び出してましたからね、はい、もう決定的でしたがね、越田君本当にまあいいカバーリングしましたね、そうですね、見事なカバーリング、もう100点満点のカバーリングですね、マラドーナの左足、ここでボレーでゴール狙いましたがね、確実にいってますね、よく飛び込んだですね、岡田さん、はい、今まあ相手が立ち直ってバックパスしましたがね、こうやって追い込んでおけばね、ペースが自然につかめるようになりますよ、そうですね、はい、イツリエタ、5番のクラソウスキー、ここにロベルト・モウソがいます。2番のルジェリ、もう1回展開します。日本のトップのプレイヤーのディフェンスがいいんです。そのためにボールがなかなか出ません。アルゼンチン、ガレカ、ガレカ、黒い手袋をはめています。ガレカまだ粘る、アルゼンチンのセンターフォワードです。おそらくこの人はワールドカップにも登場するでしょう。15番トロビアン、ガレカ粘っているのはイスリエタ、こちら側タッチです。追い込んだためにちょっとしたミスが出ます。3回目を迎えましたゼロックススーパーサッカー、あのコスモス、それからワシントンディプロマッツ、そうしたチームも本当に素晴らしい世界の名プレイヤーがいたんですが、これはボカジュニアーズは現在のアルゼンチンのチャンピオンチーム、いわゆるチームとしては非常にまとまっています。しかもあの20億の男ディエゴ・マラドーナを中心としまして、クラソフスキー、あるいはモブソン、それにガレカといった中心プレイヤーがいます。素晴らしいチームです。4番のコシダ、ずいぶん激しくなりました。マラドーナ縦一本、いいパスですね、本当に測ったように出てきますね、
コロビアン、コロビアン、ボールを持ち込んだ。危ない、危ない、キーパー。松竹シュートはできず、田口いいプレーでした。前田、前田です。いいドリブルです。左が空いたですがね、左が。出せるかな？そうですね、出しましたね。はい。出してセンタリングだ。前田が粘る。落ちて走れない。シュートはできません。サポーターから大きなため息。攻守が切り替えが早くなってますね。はい、早くなりました。トロビアン、これがサッカーですよ。はい、岡野さんもこれがサッカーだとおっしゃったんですが、本当に早くなりました。もう岡野さん26分を過ぎましたが、後半開始から両チームのイレブンともに全然動きを止めてませんね。時間の経つのが早いですね。早いですね。はい、今日同点ゴールを取っているコシタ、それからあの完全に入っていたマラドーナのシュートを防いだコシタ、そのコシタのフリーキック最終ライン、加藤一旦戻します。もう一度左のオープン、いいパスです。これは見事、金田ですね。そうですね、金田、中を見る、切り返す、センタリングだ。いやーっと惜しい、ゴールの天井。いやー惜しかった。今の場面です。これで切り返すんです。左足、惜しかったですね。シュート性ですが ね、 はい、ここで選手変えますね。はい、松浦君、松浦ですね。はい、原君が入れ替わりますね。はい、同じやはり頭を使おうということですね。やっぱり長身ですからね。はい、日本交換の松浦が入りました。この人の頭を使おうという日本ベンチ。松浦は190センチ80キロ、足も速いプレーヤーですからね。まあ、日本の選手が一番長身ですから、はい、トロビアン危ないですね。危ないですね。でもよく守りました。上がったのは野村ですか。そうですね。あっと前田がボールを取られました。モウソ、オフサイドはありません。ガレカ、9番がアルゼンチン代表のガレカ、リカルド・ガレカです。尾崎のドリブルはカットされます。今左側金田君がスーッと上がったんですが ね、はい、9番のリカルド・ガレカドリブルに入りました。ここにマラドーナがいます。マラドーナの突破力、トロビアン、ね、トロビアン左に切った。松竹、キーパーが飛び出した。懸命に戻る田口、戻った。大丈夫です、戻りました。前田が飛び込んできました。これで一応体勢ができました。大丈夫です。コシダ、すっかり上空が鈍色になりました。いかにも冬の空、国立競技場です。ゼロックススーパーサッカーの第一戦、アルゼンチンのチャンピオンボカジュニアーズと日本代表、サッカーに激しさが戻ってきました。そして国際試合の興奮も混じってきました。懸命のセンタリングは相手のディフェンダーに当たりました。あそこら辺の金田君の足の動きは本当に速いですね。はい、はい、13番は金田、コーナーキックになりました。これで松浦の頭でも生かして点を取ると面白いんですが ね、風もほとんどありませんしね、はい、いいコーナーを蹴ると面白いですがね。はい、底冷えのする国立競技場、サポーターの熱気が溢れてきました。さて日本2つ目のコーナーキック、左足ニアポスト、あーっと惜しい、飛び込んだんですよね。はい、橋田谷君ですがね、もうちょっと流せればよかったですが、まああれだけ競られるとしょうがないでしょうね。15番は橋田谷、今の場面です。ニアポストのところでね、はい、これ橋田谷君が入ってきてひねるんですがね、ちょっと体がひねり切れてないですね。はい、
マラドーナが叩いて左へ展開します。変わったトロビアーニ、マルセロ・トロビアーニから縦、ここには手袋をはめているセンターフォワードのガレカがいます。あーコーナーですね。そうです、はい。あ、そうではないようですね。ゴールですね、ゴールですね。当然あのガレカの方もコーナーだと思ったんですが、ちょっと不安そうです。得点は1対1です。ゼロックススーパーサッカーは残り時間があと14分ぐらいになりました。31分を回りました。ハンドですね、ちょっと手に当たったようです。日本チームのフリーキック。しかし岡野さん、後半に入りましてもう31分を回りましたが、日本チームもよく動いてますね。あっとオフサイドはないぞ。ありません。真っ赤なシャツが印象的なカルロス・ロドリゲス、飛び出してきました。イツリエタ、変わったトロビアーニ、バックラインのコルドバ、日本のフォワードのプレイヤーが本当によく押し込んでいます。ミスが出ました。さあ日本チーム、田中です。少し暗くなりました国立競技場。4番の越田、あっと大丈夫だ。尾崎、懸命のドリブル。日本代表チームもなかなかいいプレーを展開しています。あーこれはセットプレーです。尾崎、あーっと深いですね。キーパーの出られないところに蹴らないとね、はい、セットプレー大事にしないといけませんね、はい、慌てる必要はないんですからね、はい。この守備の重鎮の29歳ベテランのロベルト・モウソがこの後半に入りましてから結束を変えています。日本チームの攻めのリズムが戻ってきました。なかなかいい展開をしています。津波、田中、どっちへ振りますか。あーっと抑え込みに来ましたが大丈夫。越田、バックラインの岡野さん、押し合いがなかなかいいですね、ただね、スパスタ君、はい、今みたいな時に、ね、フリーなんですよ。ですからあそこで、ね、止まってみないでキュッキュッと突き上げなきゃ、押し上げなきゃいけませんね、はい、そういうところの判断がもうちょっと、まあしょうがないですよね、これからでしょう、はい。マラドーナ、あーこれはアドバンテージを要求したんですね。そうですね、アドバンテージでいいじゃないかというジェスチャーをしましたが、ボカのフリーキック、マラドーナ、あーこれは押しましたね、はい。これは危ないぞ。34分になろうとしているところなんですが、このセットプレー、前半の日本チームの失点も右45度からマラドーナに対するファウル、最後こぼれ球ルジェリが押し込んでいます。これは危ない。7人の壁を作ります。盛んに田口、ゴールキーパーのもっと左という声が集音マイクロフォンを通じてお耳に達していることと思うんですが、さあセットプレー、また上げろ、また上げろ、また上げろ。マラドーナ、よーフィッシング、まだ危ない、ゴール前、寄せろ寄せろ、まだボールは生きている。田口なかなかよく防ぎましたね、危なかったですね、はい。バックに当たっただけにね、ボールのコースがちょっと変わったんでね、はい、もうキャッチできないですね。ギリギリのところでパンチですね、パンチで逃れました。さてコーナーです、ショートコーナー5つ目。あーこれは足を蹴りましたよね。今ホイッスルはなりません、なりませんか。あーなりませんね。トロビアーニ、変わったトロビアーニ、縦ガレカがいます。越田が懸命のクレア、トロビアン、ボールリフティングからクラソウスキーから縦、ね、マラドーナ、マラドーナ、マラドーナ、大丈夫です。カナダ、日本チームのカナダ、一斉に笛が鳴ります。いい展開ですが、ね、はい、この後なんですね、早めですか。この後の攻めの組み立てが問題ですね、はい、前行かなきゃいけませんよ、はい、田中、そうですね、これはいいです、はい、前だから左へ叩いた。さあこの位置から思い切ったセンタリングだ。ちょっと深いがどうだ、キーパーは取れない、シュート、あークロスバー、もう一回、
ポスト、アンラッキー、これはアンラッキーです。クロスバーとポストが守りました。尾崎落ち着いた左足、惜しくも入りません。ついてないですね、今のは。ついてない。素晴らしい攻めでした、日本代表チーム。さあ今度はボカの逆襲シュート、マラドーナ。素晴らしいゲームです。国立競技場が騒然としてきました。ここですね、この後です、この場面です。惜しかったです。続いてまた日本のチャンスですね。はい、はい、スロービデオをご覧いただいているときにボカのファウルがありました。同じようないい攻めの後、20メートルちょっとぐらいですね。そうですね、ラインが16メートルですからね、はい、だいたい金子さんのやってる20メーターぐらいありますね。さあ日本チャンス、アルゼンチンのチャンピオンチームがタジタジです。日本チーム後半見違えるような大健闘、素晴らしいゲームを展開しています。さあこれは前田君ですか、長身の松浦がいます。前田が蹴るかな、前田がスルーして肩を吹いた、尾崎です。はい、若大将尾崎、いや残念でしょう。森監督もね、あれはねバーに当たって跳ね返ってね、胸で止めて落ち着いて狙ったんですがね、はい、ポストでしたね、はい、そうです。とにかくボカの方は13人目のプレイヤー、はい、どうしましょうかね。ポストあるいはバーが守りました。後半になってね、非常に良くなってきたのはね、球出しが森監督の言う通り早くなったということとね、はい、もう一つはフォワードが非常によくディフェンス、こういうところを追っかけていくということですね、はいはい、そうしますと、あのゲーム前に岡野さんに伺いましたが、森監督の意図というのが後半に入って非常によく出ているということです ね、 あのね、やはり森監督もね、はい、さっき申し上げたようにね、しばらくナショナルチーム試合やってませんから ね、 ね、ちょっと選手にいろんなアドバイスしても選手もなかなかピンとこなかったと思いますよね、はい、それが具体的な形の中でね、はい、具体的な指示が後半になって出てきたということだと思いますね、はい、9月末のムルデカ以来ですからね。そうです、はい、これがもうナショナルチームの監督の辛いところですよ、はい、あーっと危ないぞ、大丈夫でした。残り時間が岡野さんあと6分ぐらいになりましたね。こうなりますと、まあ、絶対に失点は防がないといけませんね、失点は防いでほしいですね、はい、6本目コーナーキックパワーポスト、キーパー取れない、折り返した、危ない、大丈夫です。うまくブロッキングしながらボールキープなんですが取られました。3番のコルドバ、マラドーナがいます。マラドーナ鋭い振りから危ない、クラソウスキー、津波縦へ通った、日本チャンスだ。パスが通るかな、金田激しく体を寄せたアルベス、日本ボール。しかしボカの守りもなかなか鋭いですね、早いですね、早いですよ、はい、ハイクロスを入れます。松浦だ、シュート、思わず顔を抑えました。松浦うまくトラップして右足、インステップのシュートはわずかに外れました。いいボールでしたね、実にいいボールが裏っかえてたですね、はい、相手のバックの裏っかえ落ちましたからね、ハイクロス1点だと思いましたがね、惜しかったです。キーパーに当たったような気がしたですがね、はい、ポストギリギリですね、ついてない日本。トロビアンサイドチェンジです、いい攻めです。すっかり薄暗くなりました国立競技場。日本代表チーム今年最初の国際試合ですが素晴らしい展開をしています。松浦、前田、右から柱谷が行った、その柱谷、ああこれは悪質なファウルです。3番のコルドバ、これはいけません。尾崎が怒りました。柱谷大丈夫でしょう。ゲームはインプレー、
底冷えがする国立競技場です。しかしゼロックススーパーサッカーボカジュニアーズと日本代表の第一戦の興奮の熱気、寒さが吹き飛んでしまいます。日本チーム押しに押しています。得点は1対1。しかし岡田さんね、最初の、まあ、国際試合でアルゼンチンのチャンピオンチームをもし破るようなことがあれば、日本チームの今年1年というのが大変楽しくなるんですが ね、はい、ね、頑張りました。柱谷、前田、素晴らしい投手です。左へ展開した金田かな、そうですね、ちらっと中を見ます。左へ切り返すのが得意だ。詰めた、チャンス、このこぼれ球、あーとシュートができない。ああいうところの行った時の金田君は強いですね。強いですね。ああいうのをゲーチームとして生かしたいですね、はい、トロビアーニがいますが大丈夫でした。あー、マラドーナが来ます。マラドーナ、スーッと上がったのがイツリエト、マラドーナ、マラドーナの左足、このプレーを見てください。マラドーナ入った、危ない、やられたかった、大丈夫、もう一発セーブだ。素晴らしいディフェンス。それにしましてもさすが20億の男マラドーナ、見事なドリブル。これはよくバックしてきましたね、はい、6本目、時間はほとんどありません。この後気をつけてほしいですね、はい、トロビアン、前田、前田、体を張った、いいプレー、左ですね、左出したいですよね。出た、柱谷、柱谷、シュート、あーキーパー、ロドリゲスが取りました。素晴らしいプレーです。なかなか思い切っていいシュートしましたね、はい、君もね、ここからね、前田君がいいパス出したですよ、左右ちょっと空いてましたからね、はい、この場面は岡田さん、右も左も出せたんですが、ということは上がりがいいということですね。そうです、サイドでいいポジションに選手が入ってきてるということですからね、はい、時計の針はあと2分ぐらい、すっかり暗くなりました国立競技場の上空。津波、激しい展開を見せます。ボカジュニアーズと日本代表、とにかく岡野さん、後半開始のですね、中西さんのホイッスルが鳴ってから間もなく44分になりますが、ずっと本当に動きっぱなしですね。あーやった、マラドーナに対するファウルです。田中です。3番の野村、ボカの方もちょっと疲れたようなところがあります。前田、残り時間は手元の時計では秒単位、懸命の攻め、越田、ハイクロスかな、ハイクロスから松浦、リバウンド、これはダメです。これはちょっとこのトロビアーニがつまらないファウルをしました。日本チャンスですね。そうですね。どうだ、前田、あーっと惜しい、もうとにかく岡野さん、国立競技場、何回もこの大きなため息の渦がですね、そうですね、本当に前田君いいとこ走りましてね、1点もんだと思ったんですがね、はい、ちょっとシュートがされてましたね、惜しいですね。7m32 をですね、7m50 ぐらいにしてほしいですねゴールマウスの幅わずかに、いずれも左ポスト外れています。激しいゲームを展開します。手元の時計では45分、ちらっと中西さんが時計を見ました。あー、ここでタイムアップのホイッスルです。素晴らしいゲームを展開しました。岡田さん、いかがでしたか。前半をね、率直に言いまして、全日本の出来をね、
50点としたらもう後半は私は100点上げてもいいと思いますね。実にいいゲームをしてくれました。はい、はい、今年最初の日本に代表にとりましての国際試合ゼロックススーパーサッカー、アルゼンチンチャンピオンのボカジュニアーズと日本代表は素晴らしいゲームの展開のうちに1対1引き分けに終わりました。それから岡野さん、今日はですね、はい、アルゼンチンのナショナルチームの模様をですね、はい、この後ダイヤモンドサッカーで皆さんにまたご覧いただきます。そうですね、面白いと思いますよ。そうですね、今日のゲームと比較するとね。そうですね、解説は日本サッカー協会の岡野俊一郎さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。それではまたお目にかかります。ごきげんよう。さようなら。